20、まあ、アペコについて結構、やっぱ聞かれますね。まあ、ネット上の露出が結構アペコなので、あ、口コミとか知りたいです。まあ、評判どんなもんですかと。まあ、そういったことの、お問い合わせが来てますね。メリットどうでしょうかと。実際どうでしょうか、メリットはと。まあ、デメリットどうなんでしょうかって感じなんですけども、まあ、いずれにしてもですね、不動産投資と一体型になっている永住権というのは、まあ、永住権長期ビザですよね。というのは基本的にお勧めしてないんですよね。やっぱりそっちによって不安定になってしまうという要素がやっぱりあるので、やっぱり永住権は永住権でということで、まあ、やっぱり長期ビザ、まあ、クォータービザ、永住権、フィリピンで永住権というものは一応クォータービザだけなんですけども、あとは、まあ、多くの人が50歳以上ですね、申請できる、リタイアメントビザですね。まあ、こちらの方っていうのを考えていかれるといいかなと思います。まあ、大体250万とかそういうぐらいの所持金でいけるっていうところですね。クォータービザもちょっと上がります。で、ASEAN ですね、フィリピン。まあ、立ち位置どんなもんなんですかと。